始まりました。ワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。まず会社説明を行っていただきます。その後、5クエスチョン、そして就活生が本当に知りたいあの質問を聞いていきたいと思います。今回の企業は大同生命保険さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお二人に自己紹介をしていただきたいと思います。じゃあ亀井さん、はい、お願いします。では皆さんこんにちは。大同生命の亀井です。今は大同生命の人事で採用を担当しています。で私簡単に自己紹介しますと2005年にですね、大同生命の方には入社しまして、で後ほどちょっとお話しさせていただくんですが、税理士代理店をですね、担当する営業とか、あと営業戦略をこう作る営業企画部とかですね、そのあたりを経験して今は人事で採用を担当しているというところになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乗本さんお願いします。はい、こんにちは。大同生命の乗本と言います。私は2010年に新卒で大同生命に入社をしておりまして、今年で15年目迎えております。今までは、これも後ほどご説明させていただく代理店営業の経験と、途中でチャレンジキャリア制度という制度を活用して東京本社で1年間、また今は大阪の人事で、採用の担当として働かせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。まずは会社説明をお願いします。はい、では始めさせていただきます。まず大同生命を一言で言うと、ズバリ経営者保険のパイオニアです。ではまず概要からご説明させていただきます。当社は創業が1902年でございまして、120年以上続く歴史の長い会社でございます。NHK の朝の連続テレビ小説朝が来たという、ドラマの主人公のモデルになりました広岡朝子という女性は当社の創業者の一人でございまして、で彼女のこう何回失敗してもくじけず諦めないという挑戦の DNA は今も脈々と受け継がれております。そしてその挑戦の一つに、国内の生命保険会社として初めて株式会社化をしたという例もございます。そして、現在もグループの中核を担っておりまして、2004年に太陽生命さん、 T&D フィナンシャル生命さん、そして大同生命の3社で T&D ホールディングスというものを設立、今年で20周年を迎えております。では続きまして、そもそも保険って何っていうところをご説明いたします。なかなか皆さんに近い商品商材ではないと思うんですけれども、保険とは日常生活で起こる万が一という様々なリスクに備える制度です。保険の加入目的には2つあります。まずは個人契約、B2C と言われる分野、もう一つが法人契約 B2B と言われる分野です。 B2C の方は一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、残されたご家族の生活を維持するために保険に加入をされます。一方で法人契約 B2B の方は、中小会社の経営者や従業員の方に万が一があった場合、会社経営を存続するために保険を加入いただきます。ちなみに大同生命は、こちら B2B のビジネスに特化している会社です。そんな大同生命の特徴を簡単に3つご紹介します。まず1つ目、半世紀以上にわたり中小企業に特化している国内で唯一の生命保険会社だということです。中小企業に特化して半世紀以上で、現在、国内には生命保険会社が43社ほどあると言われておりますが、繰り返しになりますが唯一特化している会社でございます。約37万社の中小企業のお客様に大きな保証のご提供を行っております。ちなみに中小企業に関するデータを一つご紹介させてください。皆さん日本にどれくらいの企業が存在するかご存知でしょうか。358.9万社存在するんですが、そのうちの実に 99.7% が中小企業を占める。日本ってそういう国になります。
また日本の労働者の7割弱が中小企業で働いていらっしゃいます。このことから日本の経済基盤は中小企業が支えていると言っても過言ではありません。中小企業を支えることを通じて日本の経済発展にも貢献している、非常に社会貢献性の高いお仕事をさせていただいていると自負しております。続いて特徴の2つ目です。独自の販売体制を構築しているということです。当社もし営業担当になったら中小企業の皆様に直接、営業をかけに行くわけでは決してありません。間に中小企業の皆様を支える団体がいらっしゃいまして、各団体と当社は提携関係にございます。この団体様を通じて全国の中小企業の皆様に効率的に、保証をお届けしている、そんな販売体制をとっております。そして特徴の3つ目、経営課題を解消する幅広いサービスを提供しているということです。保証の提供にとどまらず、様々な経営課題を抱える中小企業の皆様のその解決をしたいなという思いで、今ご覧いただいているような様々なサービスも合わせてご提供させていただいております。この3つの特徴をおまとめしますと、日本経済、日本の雇用、そして家計を支える中小企業の皆様が当社のお客様でございまして、経営者保険のパイオニアとしてより良い未来社会を創造していきたいというふうに考えております。そんな大同生命の企業理念は、思う心とつながる力で中小企業とともに未来を作るということです。このミッションにぜひ共感していただけたら嬉しいなと思います。では後半は働き方についてご紹介させてください。そもそも生命保険の会社の働き方、ネガティブなイメージ多いんじゃないかなというふうに思っております。例えば一回営業配属になったらずっと同じ仕事をしないといけないんじゃないかであったりとか、転勤が多そうだなとか、接待とかがあってワークライフバランスを保てないんじゃないかなとか、そういったネガティブイメージ少なからずある方いらっしゃると思いますが、当社一切当てはまりません。まず仕事の幅についてですけれども、初期ローテーションといたしましては、入社4年目までの間に営業と本社の企画業務どちらもご経験をいただきます。そして5年目以降、自らキャリア形成を行っていただく、自律的なキャリア形成をしていただくのが当社のスタンスでございます。また様々な制度も充実しております。例えばリモートワークの中にどこでも本社という働き方ございます。全国の営業拠点や在宅勤務を通じて、東京大阪にある本社業務を、に携わることができるというような働き方です。あとは D カジュアルということで、本社の企画部門については私服で働いても OK でございますし、金融機関では珍しく副業も OK でございます。もう当然両立支援制度も充実しておりますのでご安心ください。残業は月平均 8.7 時間、休暇は年間平均 19.6 日と、非常にもう本当にワークライフバランス、保ちながら働くことができます。また当社は男性も含めて育児休業取得率 100% でございます。また先ほどご紹介したどこでも本社という働き方を利用されている方はですね、現在25名いらっしゃいまして、北は北海道、南は熊本まで各拠点に住みながらも東京や大阪の本社のお仕事を携わっていただいております。最後に一番画期的な制度をご紹介させてください。全国転勤制度の見直しということで、ライフステージやキャリアプランに応じて転勤するかどうかということを柔軟に選択できる会社づくりを今進めている段階でございます。学生の皆さんもちろんですけれども、社員もですね、やはり家族との時間、大事になっておりますので、ライフステージに応じて、基本的には1年ごとに申告できる制度になれるように今制度、調整中でございますので、皆さん楽しみにしておいてください。では最後、イベントのご案内をさせていただきます。
大同生命、インターンシップを開催予定でございます。コースは3つです。1つ目が総合職、2つ目がアクチュアリー職、そして最後3つ目がシステム担当でございます。総合職については 3days と 1day の仕事体験と2つご用意しております。それぞれ8月から順次開催予定でございますので、皆様からのご応募ぜひお待ちしております。またいきなりインターンシップに参加するのが不安だなという方はですね、ぜひ総合職についてになりますけれども、大同生命のデイゼロプログラムというものをぜひご参加いただければと思います。こちら4月17日から募集受付開始予定でございます。詳細は、ワンキャリア内当社ページ、大同生命新卒採用ホームページからお申し込み、チェックお申し込みいただければと思います。では、会社説明は以上でございます。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきます。改めて今回のトークテーマを見てみましょう。こちらです。こちらの5つご用意をしておりますので、上から順にお伺いしていきたいと思います。まず1つ目の質問はこちら。なぜ中小企業は保険が必要なの、ということで、まずこう学生さんからするとその会社が保険をかけているとかっていうことすらもあまりこう分かっていらっしゃらない学生さんもいらっしゃると思うんですけども、まずなんかこう中小企業向けの保険ってどういったことをこう目的にしているものだったりとか、そういったところをぜひ、じゃあ上石さんお伺いしてもよろしいですか？そうですね。やっぱり大きな目的としては、経営者の方に、万が一のこととかがあった時にですね、会社にこう、会社がこう運営していくための資金をですね、こう保険という形で確保していただくというところになっています。でなぜこれが必要なのかというと、中小企業ってやっぱり社長のこう担う役割というのはすごい大きいんですよね。だからこう本当に従業員さんの教育とかもそうですし、で取引先とのこう交渉とか調整とかっていうのも社長が担ったりとか、あと銀行さんとのですね、調整とかっていうのもこう社長が担ってらっしゃるみたいな、そういった会社さんがすごく多いんですね。でそういった会社さんで、社長に万が一のことが起きたりとか、大きな病気をされてちょっとしばらく会社に出れませんとかってなった時にですね、その会社が受けるこうダメージでやっぱりすごい大きいんですよね。でそうなった時にこう会社としてですね、売上が下がるとか、なんかこう銀行さんとの折衝でちょっと借り入れを早く返さなくちゃいけないとか、そういうことが起きた時に、でもやっぱり資金がないと、その会社が最悪の場合こう倒産に至るとかですね、そういうことも起こり得てくるっていうところになりますので、それをそうならないために、そこを守るっていう意味で保険が必要っていうところになります。はい、ありがとうございます。あとこう保険というと学生さんなんとなく個人で入る保険のイメージも多いかと思うんですけれども、大同生命保険さんがもう中小企業さんにこうスポットを当てて保険をこう提供していらっしゃるというのはどういったような理由なんですか？野井本さん教えていただけますか？はい、中小企業にスポットを当てている理由としては、ちょっと遡るんですけれども、先ほどちょっとご紹介した半世紀以上前に遡らせていただきます。それまでは実は大同生命も個人向けに、商品を販売をしていた会社なんですけれども、とある団体様との出会いをきっかけに、ちょっと新しくチャレンジしてみようかなということで、当時その団体様でも中小企業の経営者の方に万が一が起こった場合にそれこそ与える影響が、大きいので保証って必要だよね、でもそんな保証提供している会社さんって当時はなかったんですね。そうなんです、なくて、ないよな、どうしたらいいかなっていうふうな、そういったこう、ニーズといいますか、がありまして、そこに当社ちょっと出会いが、ご縁がありまして、そこからそうだよね、必要だよねっていうところに当社も気づきまして、じゃあ思い切ってそちらに舵を切っていこうということで、中小企業の皆様をお守りするというところに特化していったという流れになります。ありがとうございます。まさに本当パイオニアですよね。当時、こうニーズとしては少しあるけれども、まだ形としてそれをカバーできるものがないっていう時代に、こう先陣を切ってそこにこう飛び込んでいったという、でもまさに最初もおっしゃってらっしゃいましたけど、こう挑戦する DNA の事例でもありますよね。ありがとうございます。
では続いて次の質問に参りたいと思います。こちらです。独自の販売体制とはということで、はい、まずその学生さんからすると販売体制というもの自体があまり分かっていない知らない方も多いので、まあ、一般的なものと、あとこうやっぱ大同生命さんだからこその独自のというものをちょっとぜひ教えていただきたいんですけども、森本さんよろしいですか。はい、まず一般的な、まあ、皆さんが多分保険の営業って聞くと想像されるの、はやっぱりこう個人であれば個人のお宅にご訪問するであったり、うん、はい、まあ、当社の場合 B2B なので置き換えると直接企業様に訪問するっていうような、はい、いわゆる直接営業っていうようなものをご想像される方が多いんじゃないかなというふうに思います。で、実際にそのような営業スタイルも生命保険業界の中では当然存在するんですけれども、うん、はい、ただ当社はそうではなくて、間に中小企業様を支える団体の皆様がいらっしゃる。で、その団体様と提携をさせていただいております。はい、で、まあ、中でも特徴的なのが税理士の先生方が、はい、所属されている団体の皆様とも提携関係にありまして、はい、その税理士事務所様に当社の代理店になっていただいて、はい、代理店業務として税理士先生から中小企業の皆様に保証をお届けいただく、そういったまあ間接営業であり代理店営業というスタイルをとっております。そこがまあ大きな違いで当社の特徴の一つでございます。はい、ありがとうございます。ちなみにこう税理士さんと保険っていうのがなかなか結びつかない、税理士さんって保険売るのみたいに思われる学生も多いかと思うんですけど、はい、そこは具体的にどういう、こう関係性でといいますか、はい、どんな目的でこう税理士さんをに代理店としてお願いされてるんですか。そうですね、まず税理士事務所様のお客様自体が中小企業の皆様になっております、はい、で、税理士先生としては当然こう税務財務の内容を把握されていて、はい、企業様がの経営がスムーズにできるように、もしくは会社が発展していくためのサポート、うん、コンサルティング業務なんかを中心にされていらっしゃるので、はい、そのまあコンサルティング業務の一環で、はい、その経営者の方々がこう思い描いているビジョンをこう実現させるために、うん、もし何かリスクがあるようであれば、うん、それをやっぱり取り除くっていうのも、うん、コンサルティングの大事な、ね、はい、仕事の一つになっていると思いますので、うん、はい、でそのリスクじゃマネジメント業務の一つで、やはりこう経営者の万が一であったり、病気や怪我をして働けなくなってしまった、はい、経営一時的にちょっと離れなくなってしまった時、それも当然やっぱりリスクになってくるので、うん、そのまあマネジメント、リスクマネジメントの業務として、はい、まあ、税理士先生に、こう生命保険の、はい、まあ、ご提案ご推進を行っていただいているというような状況でございます、うん、ありがとうございます、はい、そうですよね。そのやっぱりいきなりね、こう保険をどうですかっていうよりも、やっぱその税理士さんとタッグを組むことでより納得して、その中小企業様も、あ、保険の必要性を感じられたりとか、はい、経営っていうくくりでこう保険を考えられるので、より皆さんこう加入が進むという感じなんですかね。そうですね、はい、保険っていうのが、はい、特にまあ生命保険っていうのはですね、はい、こうお客様が、これは全般に言えることなんですけど、はい、自分で何か調べてこれに入ろうってまずならない商品なんですね、はい、うんうん、で基本的にはこう、まあ、営業担当というか、はい、からこう勧められて初めてそのリスクっていうのも知りますし、うん、そうですね、あ、こういう保証に入らなくちゃいけないんだなっていうのをこう、はい、実感していただくというところになります、はい、なので、まあ、誰から勧められるかっていうのがすごい結構重要なんですね、うん、そういった時にこう中小企業さんが、まあ、普段こう税務とかでもお付き合いがあってすごく信頼されてるこう税理士さんからこう勧められると、うん、本当にこう何て言うんですかね、安心感っていうのも含めて、うん、まあ、どういうリスクがあるんだっていうことも含めてご理解していただけるっていうところになりますので、まあ、そういう意味では本当にこう税理士先生から勧めていただくと、うん、お客様の納得感っていうのはすごく高くなるというところがあります。はい、ありがとうございます。やはりそういったところからその中小企業だったりとか、税理士さんなどを関数している団体さんとこうパートナーを組んでやってらっしゃる感じなんですか。そうですね、はいはい、ありがとうございます。では次の質問に参りましょう。お題はこちらです。保証だけじゃない大同生命ならではの価値提供とはということで、はい、ぜひですね、これはどんな価値提供をされているのかというのをもうざっくりお伺いしてもよろしいですか。
亀井さんですか。先ほどちょっと企業紹介のところでもご紹介したんですが、はい、まあ、当社中小企業のお客様に特化しているということで、まあ、生命保険はもちろんなんですけれども、はい、まあ、それ以外のこう経営のお役に立つようなですね、うん、サービスというところもこう充実化させて取り組んでいるというところがあります、はい、ですので、まあ、企業説明をお話しさせていただいたんですけど、はいはい、本当に保険もですし、はい、でもそれ以外のちょっとこう経営で困ったこととか、はい、そういったところを、まあ、企業に相談気楽に相談できるようなこうサービスとか、はい、いろいろこう役に立つサービスも含めて、本当にこう中小企業の困ったことはまず大同生命に話そうみたいなですね、う、まあ、そういうふうにこう思っていただけるっていうようなところで、まあ、サービスの充実化に取り組んでいるというところがあります。はい、ありがとうございます。何かそれはこう大同生命さんの課題感とかからそういうサービス提供されてるんですか。そうですね、まあ、はい、課題というかですね、やっぱりこう中小企業に特化してますので、はい、まあ、当社としてもこの中小企業マーケットで常にこう存在感というところをこう発揮し続けなくちゃいけないというところはあるんですね、はいはい、なので、まあ本当にこうもう保険だけじゃなくていろんなことで役に立って、やっぱり中小企業の保険って言ったら大同生命だよねって常にお客様に思い続けていただく必要があると、はい、なので、まあ、そういったところでこういろいろ取り組んでいるというところになります。はい、ありがとうございます。ちなみに則本さんも当時あれですよね、代理店の営業の部署にもいらっしゃったということで、はいはい、まあ、実際そういった保険だけじゃない他のサービスでものをやることで、その中小企業の経営者の方からなんかこうどんな声があったりとか、うん、何かそういったのって聞いてらっしゃったりしますか。そうですね、はい、お声もちろんいただいてまして、はい、例えば当社安否確認システムっていうサービスが、はい、一つあるんですけれども、はい、やはり震災地震がやっぱり多かったりも、うん、最近特に心配ですよね。そうですよね、うん、でそういった、まあ、心配はもちろん皆さん特にやっぱり地震が起こった後だとすごくやっぱ必要性を感じ、うん、やっぱ安くなられるんですけれども、はい、ただでもどうしても後回しになってしまいがちのやっぱりところ、うん、企業として、はい、そういう安否確認、従業員が、そういう災害があった時に無事かどうかって確認できた方がいいのは分かってるけれども、なかなかそこまで整えるのはって優先順位がどうしても下がってしまいがちな分野でもあったりするんですけども、まあ、その自社でだから導入しようと思ったら、うん、まあ、時間的なコスト、うん、そしてシンプルに価格的なコストもかかったりして大変、うんうん、だから後回しになるんですが、はい、まあ、当社からこう、まあ、ある程度は無料で、まあ、一部、価格いただくケースもありますけれども、はい、サービスとして提供させていただくことで、はい、気軽に、うん、この会社のこう、まあ、医師福利厚生制度を整えていただけるっていうことになりますので、それがやっぱり安否確認はじめ他に、例えば健康経営の推進であったりとか、はい、うん、こうシンプルにこうワークライフバランスの一つでホテル安く泊まれるような、ね、はい、制度を入れてみるとか、うん、そういったさまざまななかなか手にこう回らないですよね、そこまでね、ところも含めて、でも会社としてはやっぱり中小企業の皆様の従業員の定着も当然大事ですので、はい、うん、まあ、そういった観点と含めて、うん、サービス提供することで、社長様からはやっぱり助かったよっていうお声はやっぱりシンプルにいただきますし、はい、うん、ご案内してよかったっていうふうに思った瞬間だったなと思います。ありがとうございます、はい、そう、ホームページを拝見させていただいたんですけど、本当にすごい数のサービスありますよね。はい、はい、例えばね、さっきおっしゃっていたようなそういう社員様の福利厚生ってね、一社でやろうと思うとすごく大変ですけど、まあ、そういったこうパッケージ的なもので、大同生命さんからこれどうですかって言われれば、あ、これでね、こう社員さんも満足度上がりますし、経営者さんもこういろいろなことをね調べたりとかする手間も省けますし、まあ、そういったところにこう寄り添っていかれてるんだなっていうのがすごくそこからも伝わってきました。はい、ちなみにこう大同生命さん今後のこう展望としてはなんかどんな風にこうビジネスを展開していこうというのはあるんですか。そうですね、そこはもう本当にこう保険だけじゃないというか、はい、サービスというところに もっとより力を入れてというふうに、うん、取り組んでいくというところになっています。まあ、つい最近なんですけど、はい、我々もこう社員向けのですね、うん、こう本当に
2050年、はい、の大同生命のビデオとかでも、はいはい、本当に今では まだ導入してないんですけど、うん、本当にこんなことがもしお客様に提供できたらいいよなっていうようなサービスをこう提供している未来をですね、こう我々、社員向けのこう映像とかで共有したりっていうようなところもありまして、はい、よりもっとこうそのサービスというかのところに力を入れて、そこをもっと充実させて、なんならもう保険会社じゃないよねみたいなですね、うんうん、勢いになっていくというような形で進めていきたいっていうのが会社の、はい、そうなんですね、目指す姿です、はい。じゃあなんかこう社名に保険でついてるけど、大同生命さんって保険会社だっけくらいのもう経営者さんのこうパートナーコンサルみたいな形で、はい、サービスを展開していくっていう展望なんですね。はい、ありがとうございます。では続いての質問に行きたいと思います。こちらです。受け継がれる挑戦の DNA とはということで、先ほどの、ね、会社説明のところでもありましたけれども、やっぱり大同生命さんといえばこう挑戦という DNA があられるということなんですけど、ズバリどんなところでこうその挑戦というのを感じられます か、 なんか会社としてこういうところ挑戦してるなというのは則本さんありますか。はい、そうですね、もういくつかもちろんあるんですけども、はい、先ほどご紹介させていただいたようなもう半世紀以上前に、うん、初めてこう法人マーケットにチャレンジしたっていうのも、はい、もちろん挑戦の一つですし、はい、あとはその国内生命保険会社として初めて株式会社化した、うん、これも初めてのことで挑戦ですし、はい、それ以外ではもちろんこう業界初の商品であったり、うん、サービスっていうのも数多く、はい、存在しておりますので、やっぱりこう今までなかったけれども必要だよねって思ったことに対しては、うん、やっぱり失敗を恐れずにこうチャレンジしていく、まさにその創業者の一人の廣岡さん、この女性の DNA 本当にまず会社としてはもう受け継いでいるなというふうに感じます。であとはこう全国転勤制度の見直しというご紹介もさせていただきましたが、はい、ああいったこともですね、当社もう全都道府県に支社営業所もちろんあるんですけれども、はい、うん、一方でやはり会社をこう構成している従業員 もう当然大事ですので、はい、働きがいを持って、働ける環境を整えていこうって、でも全国にあるけどどうやってやるのって、うん、思われる方多いと思いますし、難しいところで多分担当者はいっぱい苦労したところもあると思うんですけども、はい、でも、何が必要なのかっていうところを考えて、うん、制度見直しをスタートしているので、はい、こういったところもやっぱり挑戦マインドがあるところの一つかなというふうに思っております。なんかこうできない理由ではなくて、どうやったらやれるかっていうことをこう考えていらっしゃるんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。ちなみに亀井さん、個人的にはこんな挑戦をされてきたとかっていうのはありますか。そうですね、はい、私個人でっていうと、はい、当社ではこう人事制度、はい、人事の制度の中にチャレンジキャリア制度があるんですね、はい、でこれ野本さんも利用されたりしますね、はいはいはい、で私も実は利用してるんですけど、そうなんですね、はい、自分で手を挙げてこの部署に移動したいみたいな、うん、で当然社内でこう面接みたいなところがありますので、はい、ちょっとこう社内でどっちかというとこう転職活動みたいな感じにはなるんですけど、うん、はい、そういったところに合格すればその希望の部署にこう移動できるみたいな制度がありまして、うん、はい、で私なんかはこう入社して割とこう営業中心のキャリアを歩んでまして、うん、はい、ですごく営業も好きで、うん、こうなんていうんですかね、そのキャリア自体はすごくやりがいがあったんですけど、はい、ただやっぱりちょっと他の部署とかももっと知ることで自分の視野を広げたいなと思ったんですね、うん、でその時にそのチャレンジキャリア制度を使って、はい、違う部署に移動してっていうような経験ができてますので、うん、はい、そういう意味では本当にこう自分のキャリア形成というところにおいても、うん、本当にいろんな挑戦の機会がある会社だなというふうに思ってます、うん、はい、はい、ありがとうございます。則本さんはいかがですか。何か挑戦、私の個人の挑戦ですね、はい、もしくは他の社員の方でも結構この人挑戦してたなというようなエピソードがあったらぜひ教えていただきたいです。 ありがとうございます。そうですね、私自身もチャレンジキャリア制度を活用しているんですけれども、はい、その制度をもうフル活用されている方もたくさんいらっしゃったりもしてですね、はい、当社って自分で、キャリアを形成していく、自分主導のキャリア形成というところがあるので、私の同期の話になるんですけれども、はい、こう営業もちろん
先ほどご紹介した代理店の営業を経験もして、でこう契約関連の部門も経験した上で、当社こう他社さんにこう、はい、出向させていただくことができる制度もあるんですけれども、社外派遣制度があるんですよね。そうなんです。そういったものを利用して、こう大同生命だけではなくて、はい、もっとこう視野を広げて、社外の方からいろんなことを教わったり、風土も感じ取ってき、はい、て、でそれをまた社内で活かした上で、おそらくこう夢であったこう海外事業 の、 あの部署が当社で唯一ある部署があるんですけども、まあそこでこうオーストラリアに駐在してあのいろんな企画業務に携わっているというような動機もいたりするんですけども、もう本当になんか挑戦を体現している動機だなというふうに思っていたりもします。もうそれくらい自分でこういうことチャレンジしたいと思ったら自分自ら動いていくというような、まあ、従業員が、まあ、こう私たちだけではもちろんなくて、たくさんいるかなというふうに思っています、やっぱその挑戦をしていくっていうのがもう会社を通じてこう社員の皆さんお一人一人にそのマインドというものがどんどんとこう育っていかれるっていうところなんですかね、そうですね、でそのもう一人一人がそういうマインドを持っている方がやはり多いので、すごく刺激的だなというふうにも思っておりまして、例えばこうあの同僚とか近くにいる方がそれこそこう次こういうことチャレンジしようと思ってるんだよね、チャレンジキャリア制度受けようと思ってるんだよねとか、そういうお話を聞くと、あ、私もなんかこう、何かやっぱり、あのなんか次新しいことチャレンジするためにいろいろ考えなきゃなってやっぱり刺激を受けたりとか、その逆もしっかりでこう受けるんだよねっていう時にはすごく応援をしてくれながら、私もなんかやろうと思ったよみたいな感じで言ってくれる方もいるので、本当にあのいい刺激になってるなと思います、野本さんもこう人事の方にキャリアチェンジで来る時にはすごくこう応援してもらって送り出されたという感じだったんですかね、そうですね、もう本当にありがたいことに、すごくいろいろアドバイスをいただいて、私ずっと大阪でしか働いたことがなかったので、東京という地も初めてでしたし、東京本社というのも初めてで、もちろん業務内も初めてで、正直自分で手を挙げながらも不安もたくさんあったんですけれども、大丈夫だよということで、頑張っといでっていうふうにたくさんの方からいろいろいただきまして、楽しみながらたくさんのことを吸収させていただきながら充実した期間を過ごさせていただいたと思っております、そういったこう皆さんの温かさみたいなものもやっぱりこの調整への後押しになってるんですね、そうです、ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。こちらです。大同生命のインターンシップってどんなことが体験できるのということで、先ほども会社説明の方で少し触れていただいていましたけども、インターンシップのこう内容について、もしくは何かこう特徴的なプログラムについてなどあれば野本さん教えていただけますか。当社はですね、もちろん会社のご説明特徴、今日よりももっと詳しく深く、お伝えをさせていただくのは当然なんですけれども、特に、昨年ご参加いただいた方とかからご好評いただいているのは、代理店の営業の体感ワーク、体感ワークできるんですね、なります、やっぱりイメージしにくいところでもあるんですけども、当社のやっぱり大きな特徴であり、やっぱり実際やってた私としてもとても楽しいお仕事なので、できる限り、実際に近いシチュエーションをとって、ワークにチャレンジをしていただくというようなプログラム内容にしておりますので、イメージなかなか代理店営業とか税理士とかっていうふうに、ご不安だったり、あまり具体的なイメージが分かれない方も、来ていただくとすごく理解できて、何が大事なのか、当社がなぜこういうような理念でこういうような事業をしているのかっていうのがすごく理解深まりましたって言ってくださることが非常に多いので、魅力の一つかなというふうに思っているのと、
あとは働き方のところについてですが、主体的なキャリア形成をとっているのをいることについて具体的にこれも知っていただきたいと思っているので、さまざまな経験を積んでいる社員のキャリアについてご紹介もさせていただきながら、自己分析的なお時間も取らせていただいたりも、昨年はさせていただいてて、今年も似たような内容は、盛り込まれる可能性はあるので、ぜひそういったところも魅力の一つなので楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。その業務や会社についての理解が深まるだけではなくて、その自分のこともしっかりとこう振り返ったりとか深掘りする、そことのまたすり合わせみたいなところで就活もちょっと一歩進みそうですね、参加しただけでも。はい、ありがとうございます。ではここからは最後のコーナー、就活生が本当に知りたいあの質問に移っていきましょう。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しピックアップした一問についてセキララにお話しいただくコーナーです。今回はこちら、転勤は多いということで、先ほどね会社説明のところでも触れてはいただきましたけれども、やっぱり金融業界っていうとちょっと転勤がもう伴うっていう印象を持ってらっしゃる方もいると思うんですけども、改めてもう一度ちょっとその転勤について亀井さんお伺いしてもいいですか。そうですね、まずこう転勤というところでは我々大体3年から5年でですね、一つのこう、所属している部署、部署の移動っていうのは必ずこう、ほぼ必ずですね、ジョブローテーション的な感じというようなところになります。でただこう転勤って、要は例えば引っ越しって意味になると、これは結構人によってっていうところがあるんですね。なので、3年ごとに移動してるんですけど、割とちょっとこうずっと割と関西の、支社とか、お家はそのままで行けるような、大阪本社で回ってるなみたいな人もいれば、本当に全国各地いろんなところをこう経験してるなっていうような方もいますの で、でそこについては、基本的にこう年に1回ですね、自己申告っていう社内で言ってるんですけど、今後の自分のキャリアとかの希望っていうところを出せるところがありますので、本当にそれぞれこう自分のある程度こう望む希望っていうところは会社に伝えることもできるっていうようなところにはなっています。1年に1回聞いてくださるのいいですね。入社時点だとまたねその後のこう人生プランとかによっても変わったりしてきますからね。でまた転勤制度っていうところについては、先ほどちょっといろいろ企業説明とかでもお話しさせていただいたんですが、やっぱりいろんな地域を経験することって自分のこう視野の広がりとかにつながるんで、やっぱりこう成長っていうところには必ずつながってくるっていうふうに思うんですね。でも一方でやっぱりその時の家庭の状況とかによっては、ちょっと今子供が小さいんで、ちょっと引っ越しはしたくないなみたいな、やっぱりそういうタイミングっていうのはどうしてもあると思います。ですので今当社で取り組んでるのは、例えば今は独身なんでこう全国行けますよとか、今はちょっと子供が小さいんで関西でとか首都圏でお願いしますとか、でまたちょっと子育て落ち着いたんでまた全国大丈夫ですとか、首都圏関東エリアだったら OK ですね。そういうふうにこうある程度柔軟に選んでいけるような制度に変えていっているというところで、まだちょっといつからというのは全然未定ではあるんですけど、近い将来ですね、そういった制度に変わる予定というところで、会社として進めているというところになっています。ありがとうございます。ではまだまだお伺いしたいんですが、そろそろお時間となりますので、ちょっとエンディングの方に行きたいと思います。ではもう一度学生さんに告知があると思いますので、そちらをお願いいたします。はい、では改めてですが、大同生命、インターンシップ開催いたします。ただいきなりインターンシップの参加がちょっと不安だな、少しでも事前に雰囲気が知りたいなという方はですね、ぜひデイゼロプログラムというものにご参加いただければと思います。直近では5月28日から5月31日の開催がございます。こちらオンラインで30分程度予定しておりますので、本当にどなたでも気軽にご参加ください。内容といたしましては、生命保険会社のネガティブイメージが一切当てはまらないので、じゃあそんな大同生命の魅力ってどんなのなのかっていうことであったり、インターンシップでどんなことが知れるのというようなことをお伝えいたします。また、質疑応答のお時間も予定しておりますので、どしどしご参加いただければと思います。4月17日から募集受付開始しておりますので、たくさんのご応募お待ちしております。はい、ありがとうございます。それでは次回のワンキャリア企業説明会もお楽しみに。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。